はい、チゃオ、亀岡です。今日はですね、皆さんから頂い,いた質問にお答えしたいなと思っております。で、今日ね、えー、いただいた質問からお答えするのはですね、小林さんの質問で、 えー、いつもね、忙しい中、えー、YouTube をありがとうございますと、高速仕事術購入します。ありがとうございます。この最近僕はね、出した新刊になっていますので、でもし興味がある方はね、投資にもすごく役立つ考え方が入っていると思いますので、ぜひ見ていただきたいなと思っております。書店でですね。えー、で、亀岡さんがおっしゃる通り、大きな調整が入りましたと。亀、えー、岡さんはね、もう買い出動をさせたんでしょうかっていうですね、質問をいただいてます。もうどんどん質問来てるので、もうどんどん答えていきたいなと思うんですが、まずはこちから、こちらからですね、お話したいなと思うんで がえー、そうですね、えー。正直な話ですね、えー。ここに今チャートが出てると思うんですが、僕はね、えー、2万8000円ぐらいまで調整があるんじゃないかってことはね、えー、もうこの、何て言いますかね、2週間ぐらい前から話していたと思います。こちらのね、動画で話してるので、これを見ていただきたいんですが、 で、そこまでね、じゃあ待てばいいじゃないかって話になりますよね。でもね、なかなかそうは問屋が下ろさなくて、正直な話ですね、僕ももう買っちゃってるんですよね。で、なぜかというと、理由がねえ、2つあると思ってます。この理由2つですね。まず1つ目が、 あの、やっぱりそこまで、まああの、僕自身もね、相場歴21年になりますし、えー、もう本当に急落も、あとはバブルもね、バブル相場も3回ぐらい経験してます。で、で急落も何度も何度も経験して、で2回大将に食らったことあります。僕はね、投資を始めて、えー、最初のね、えー、2、3年で大将を2回食らったんで、それはリーマンと、それから、えっ、ー、と、あと何でしたっけ。 リーマンと、あとは震災ショックですね。えー、この時は、えっ、ー、と、信用維持率がね、35%を下回ってね、えー、現金を入れました。なので、そういった意味ではね、えー、まあ本当に相場というものはね、えー、もっともっとこう引き付けてから戦った方が、えー、カウンターという形でね、勝ちやすいってことはもう十分承知しているんですよ。それでも、で、僕はね、2万8000まで下がるんじゃないかって,って、今のところ予測は当たって、 いますでも買っちゃってるっていうことなんですよね。で結局この質問の通りね。 えー、まあ、僕は大きな調整を予測していたけども、開始道を指している一番の理由は、やっぱり自分で自分の欲望をコントロールできないということなんですよね。これがやっぱり一番難しい。逆言えばね、えー、自分の欲望をしっかりコントロールできる人っていうのは、えー、株で勝ちやすいんじゃないかなと思っております。ただ、もちろんね、えー、すごく引きつけてね、えー、よくあるね、流しの戦いみたいにね、ありますよね。えー、武田軍がガーって攻めてきて、えー、そこにね、こう待、待つ待てみたいなね、撃つな、みたいな、すごい引きつきますよね。 もう目の前に騎馬隊がね、迫ってるのに、えー、引き金を引かないみたいなまで、 ちゃんとね、えー、自分の恐怖とか欲望をコントロールできたら非常に勝ちやすいんですけども、まあね、慌ててね、えー、新兵とか撃っちゃいますよねで。僕でさえやっぱり手前で戦っ、撃っちゃうってことなんですよ。僕はちょっとちょっとずつ買い始めてはいます。実はこの急落でね、まあ、仕込んでるってことになります。2万8000まで下がるってことを僕のシナリオで予測をしていても、おこれぐらいね、えー、欲望をコントロールできずに、まああのー、買ってしまうっていうのは、まあ、誰でも起こるってことなんですね。 逆を言えばですね。だから、例えばね、えー、早、よくコメントで、あの、ちょっと買うのが早すぎだとか、ちょっと出動がね、えー、自分の予定よりも早く買っちゃいましたとか、買った後ね、えー、やっぱりあの、上岡さんの言う通り、休楽、休楽を始めちゃってどうしようっていうふうに皆さん言ってると思うんですが、僕もそうなので、あまりそこはね、あの、気にしない方がいい、気にした方がいいんですけども、ちゃんと振り返って反省さえできて、改善していければ、まあ、誰でも起こってることなので、えー、そこはしょうがないかなと。まあ、逆にね、 えー、そこまで本当に、えっ、ー、と、冷静に自分の欲望をコントロールできる人っていうのは、まあまあいないですよね。で、本当に、もしそれをやろうと思ったら割り切ることですよね。えー、もう年に2、3回しか相場を張らないっていうことを決めて、えー、ね、自分の欲望を打ち消して、もう無になってね、えー、戦っていくと。 そういうことができる投資家がいればですね、えー、まあそういうね、あのー、自分をね、えー、召して、えー、本当に急落の底の底で買えると思うんですが、ただね、これはもちろんデメリットがあります。その急落を待ち続ける限り、で、ね、あの、押し目待ちにおしめなしって言葉もありますけども、もしくは2万8000円にね、えー、くにね、 え、上がってってしまう可能性がありますよね。え、そうした場合は、え、いつまでたっても儲け損なってね、え、利益は出ないってことになります。まあ、それでもいいと。それでも、自分はね、自分のルールに従って、本当の急落の底で買うんだと。いうことを、自分にね、え、ちゃんと、こう、ルール付けをしてね、やるんだれば、あの、それはいいんじゃないかなと思っております。で、今後のね、まあ、あの、僕の、その、あ、あとね、二つ目の理由は、 あの僕はね、もう回数をしてしまっている二つ目の理由としては、打診買いってやり方があるんですね。これは、あの、プロの相場者よく使うやり方で、本当の、要はね、えー、主力ですよね。えー、本人の決戦舞台は取っておいて、その手前でちょこちょこっと買うってやり方があります。これを打診買いって言うんですけども、なので、ここでね、 あの、主力のすべてのね、例えばまあ、そこです、僕はね、全資金をあの注入することはないんですけども、わかりやすく言うとですよ。えー、ここに、えー、まあ、8割の資金を注入すると決めていて、このあたり,りからちょっとずつ買うっていうのが打診買いなんですが、こ入のメリットは、要はその、受け止められるってことなんですよね。えー、相手の動きを、お 何て言いますか、直に感じることができるわけなんですよ。でもちろん、チャート上とかね、えー、デジタル上では動きがわかるので、えー、相手の動きっていうのはあね、あの見えているんですけども、それでも、やっぱり自分でそのダイレクトに、その痛みとかね、その、 相場の、何て言いますかね、温度感とかを感じようと思ったら、やっぱり銘柄を保有しないとわからないんですよね。よくあるのが、あの、シミュレーションってありますよね。シミュレーションで、えー、仮想上でね、チャートの動きを見ながら、その、売買しているとね、もちろんそれはそれでトレーニングはなるかもしれないんですけども、じゃあ、いざ相場を張った時の、その心理的な負担とかね、えー、プレッシャーとか恐怖心とか、 えー、欲望のコントロールと、そのシミュレーションでデジタル上でや,やってるものって全く違いますよね。その相場から伝わってくるやっぱり恐怖とか温度感とかって全然違うんですよね。それを感じるためにも、プロはね、打診買いっていうのをやって、ここで8話の資金を動かすと決めていても、この、このあたりからね、ちょっとずつちょっとずつ買っていくってことをやります。これ戦いもそうですよね。本人の前にやっぱりね、先方時報みたいなね、 時報って言うんでしたっけ、えー、まああの全英をね、えー、置いて、えー、やっぱりその相手のを受け止めでね、えー、相手が本当に本気できてるとかいやこれはね相手の、あのー、どちらかというとおまあ迂回部隊かなとか伏兵がいるんじゃないかってことを探りながら本陣で戦っていきますよね。これと同じような形で相場っていうのも,のものもやっぱねこう実際にここで本当にじゃあ本陣全戦力を入れていいのかとか。 本当に2万8000円で合ってるのかってことを感じるために、打診で買っていくっていうやり方は、一つ有効なんじゃないかなと。二つのまあ考え方でやっています。なんでまとめるとですね、一つは欲望コントロールできない僕でも。二つ目は、あえてやることによって、小さく小さくね、前衛として戦わせることによって、そのタイミングとかね、温度感とか距離感を測ると。 いうのでやってますね。で、今後の読みなんですけども、まあ、僕のね、えー、相場の読みは2万8000円なんですが、もう一つね、えー、2万7000円のところにも、まあ、節目がありますので、まあ、2万8000円から2万7000円で、下げ止まればいいなとっていう感じですよね。あのー、もちろんそれ以上下がってくる可能性もありますが、仮にもう一度下がるんであれば、まあ、2万4000円っていうこともあるかもしれないですね。で、2万8000円まであれば、その後切り返してね、もう一度強気の相場になると思いますが、逆に、 今度ね、2万7000円を下回ってきた場合どうなるかというと、おそらくね、お衣装を食らう個人投資家がそこから一気に増えるんじゃないかなと予測をしています。で、お衣装がね、始まると、お衣装に次ぐお衣装で、どんどん今度相場が崩れていきます。なので今、陰線がね、えー、非常に増えてますが、さらに陰線が増えてね、えー、今度は2万4000に向けて、えー、大きくね、崩れてくるってことが、 ありますしそういった状態になった場合はね、えー、今、インセン、あのー、のそのチャートパターンから見ると、下がるってことを予測している相場市とかね、期間は非常に多いと思いますので、売れ地掛けが増えるということになります。空売りですよね。そうなると、相場っていうのはさらに崩れやすくなるので、えー、一応ですね、えー、まあ2万4000円ぐらいまでは踏んどいた方がいいかなと、ここあたりまでは想定内にして、えー、戦っていくってことがまあ大事なんじゃないかなと思いますし、あとはね、質問にあった空売りですよね。 カ売りを仕掛けたらどうなんでしょうかとかね、インバースも含めて、あと個別銘柄もねあ、その経験を積みたいんであればえ、十分やってもいいんじゃないかなとは思っております。やっぱりやってみないとカ売りもね、わからない、向き不向きもわからないですし、別に僕はカ売りー、カロが好きじゃないんですよ。僕の技術、技量、あとは僕がこれまで買ってきた再現性から考えると、やっぱり買い方でね、 えー、戦っていって、利確をして、えー、次の銘柄にね、循環で乗っていくってやり方が勝ちやすい。これまでの経験が活かせる。再現性の、再現性の,の確率が高いっていうだけで別にカラオで勝ちやすい人がね、いるんであれば、やってみたらね、意外とカラオの方が勝てるんじゃないか。僕のね、役員、うちの会社の役員ね、そうですよね。えー、空カラオをね、仕掛けてね、利益が出た出たって、この間騒いでましたけども、まあそういったね、えー、やり方もね、十分あると思いますし、どっちもやってみて、 えー、こっちが向いてる向いてないことが分かるからこそ集中できるとかね、あのー、いうのもあると思いますし、えー、そこでね自分の技術,技術に、ね、対して、えー、フォーカスできるというのがあると思います。フォーカス集中するということがすごく大事なのでこの限られた時間でね、えー、どうやって自分を成長させようかと思った場合はやっぱ集中するということがすごく大事なんですよね。この本に書いてありますけども まあそういった意味ではね、どっちもやってみて、その、こっちで行くってことを覚悟を決めるっていう意味でも、もし興味があるんであればね、今、インバースとか、えー、売りをね、仕掛けるっていうのも、別に、あの、自己責任ですけどね、えー、悪くはないとは思っております。質問になりましたので、まあそれもね、お答えしておこうと思っております。どんどん今日、こういった形でね、今日から質問に答えていきたいなと思っております。それでは、えー、今日は以上になります。高速でゴー、GO!